リューベックの船員組合の建物ゴットランドの石灰岩を使った玄関の装飾リューベックの船員組合は近代諸島からある船乗りの組合であり同時に今日ではレストランとして知られている歴史的な建造物のことを指すリューベック船員組合は1401年12月16日聖ニコラオス同胞団として設立されたこの団体の趣旨と目的は 設立主意書の以下の下りから理解できるだろう。船舶航行を制御として生きるも者、施るいやすべてのものの手助けと安心のために。宗教改革の流れの中で、ほとんどすべての宗教的な同胞団の教会がなくなっていき、聖ニコラオス同胞団も聖安な同胞団と一体化することになった。人はこの建物のことをスキパーンセルスチャップと呼ぶ。 13世紀に建てられた大通りとエンゲルスグルーベの角地、聖ヤコブ教会の向かいの邸宅は1535年540リューベックマルクで購入されたものである。宗教改革のごたごたの中でも同胞団の宗教的な意味合いは失われることはなかった。邸宅にあった聖ニコラオスと聖アンナの巨大な彫像はそのままに残っている。高齢者や 貧しい人には食事と居場所が提供されてきた。船員組合は長年にわたり、組合員の専門的知識により、船の通行証を発行し、港湾の監視、市の参事会への助言をしてきた。半座同盟の1614年の海洋法は、船舶関係者同士の戦いごとは、船員組合に報告しなくてはならないと定めている。 船員組合はギルド法の適用下にあるわけではないが、リューベックの船舶関係者も社会の一員であり、組合の定換は資産次会の承認を必要としていた。ギルドの方が1866年に商法によりその効力を失ったとき、船員組合のメンバーの大多数は自由な共同組合として組織を継続し、そのメンバーの商業的利益を追求し、 互いを助け合っていくことを決定した。しかし、新しい法的地位は、かなりの高額の負債をもたらし、それを埋め合わせるためには、歴史的な建造物を売りに出す他手段がなかった。その後、建物はレストランとして運営され、今日に至っている。今日では、リューベックで、船員組合というと、かつての同胞団の建物のことだと思われている。しかし、 船員組合という同業者組織は今日も存続しており、その本来の役割を今なお引き継いでいる。リューベックの聖ヤコブ協会の向かいにある船員組合は1535年にギルドハウスとして購入し、1538年までかけて再建され、今日でも人気がある。隣接する建物を追加購入して、 組合員のために18世帯分の住まいが確保された。大通り2番地の海運会社の建物は初期ルネサンス様式で建てられている。レンガルネサンスの時期は、素人にはレンガゴシックの時期との区別が非常に難しい。入り口の前に立つと、前に突き出している神の地下層、レンガに小舟をデザインした風飾り、リューベックの和紙の絵が目に入る。この建物は、 第二次世界大戦の間も、リューベックの旧市街と同様、歴史的建造物の保護ということで、空爆を生き延びてきた。建物の内部は、1972年から1976年まで4年がかりで、改修工事がなされている。今日、この建物は、レストランと居酒屋として営業している。ハンスレープは、世界で最も古典的な居酒屋を自負している。 2005年には当時の社長だったボルフガングステフ・フェンストンゲルハルとビルンスティングルの采配で中庭に船乗りの庭がオープンし客は野外でも飲食できるようになった。2015年3月1日フランク・ヘーネとミハエル・エンゲルがレストランの経営を引き継いだ。超テーブルの席はそれぞれの席の背もたれに様々な海運会社の紋章が刻まれて誰の席か。 それと知れるようになっていた。数多くの古い小船の模型が天井から吊るされており、壁には聖書から題材を取った1624年の新しい絵画もある。大航海時代の模型には壁のディスプレイケースに展示されているものもある。船員組合は1605年から6年のデンマークのグリーンランド遠征で手に入れたと考えられる。 現存する最古の完全に保存されたエスキモーのカヤックを保有している。おそらくヤコブの教会由来で何世紀にもわたって船員組合にあったいくつかの聖者像は現在聖アンナ博物館で見ることができる。これには1401年頃と推定される司教座に座る司教と1480年から90年頃と推定されるの聖アンナを含めての3体が含まれる。 船員組合には、今日も、15世紀末の聖ヤコブの記念碑的な彫像を、1450年から60年頃と、推定される、聖母降臨のもの、月光の聖母の絵が描かれた鍵穴の装飾、前期サマリア人の絵が残っている。13世紀には、リューベックの外交官、ヨハン・ハン・ドアイの所有する邸宅として、大通り二番地にあった。引用ベルナーノ・イネバウアー。 ミティランデアジオグラフィスケンゲゼルシャフトズルベック55、199から230、デアグランランダーエスキーのカヤックが、リューベックの船員組合の屋内にある。2002年に調査が行われ、その後数多くのレプリカが制作されている。ありがとうございます。